何やろっか。東京新聞、東京新聞言うても共同通信の配信。2023年2月19日、立憲岡田、国民との合流主張。働く人々代表は一つで十分だ、やって。記事によりますと、立憲民主の幹事長の岡田は、19日、岡田の勝也です。真面目さがたまらないって持ち上げられてた人です。フランケンです。記事によりますと、立憲民主の幹事長の岡田の勝也は、19日、東京都内で開かれた党大会で国民民主と合流する必要性を重ねて訴えた。あの悪夢の、いやいや現実地獄やったでーの、民主政権の民主の連中、また集結させたいのよね。で、政権交代可能な政治を作り出すことができるのは立憲だけだ。働く人々を代表する政党は一つで十分だ、と述べた。働く人々を代表する政党っていうのは、労働組合の組織票で送り込まれてくる厄介な連中の政党のことを言ってるんやろね。両党は、民主が源流で、連合の支援を受ける。連合が、労働組合。正式名称、日本労働組合総連合会、労組。日本労働組合総連合会は、日本の労働組合におけるナショナルセンターである、国際組織に加盟する、赤組織です。カール・マルクスが万国の労働者を団結せよ、言うて。マルクスさんは、底辺の人たちを束にして暴れさせる手法を編み出したおっさんって私、理解してるんですけど、マルクスさん本名モルデカイで、自由なおそうめん屋の会員で、底辺の人たちを束にして、国壊しをする手法を編み出しはった。日本の労働組合、あのお国を併合していた頃、社長宅に押し寄せて、役員宅とか行って、クソ投げ、蛇投げとかしとってんで。それ投げられんのって、うちらの、民の族とは違う気がしてならん。記事消化してしまいます。2022年度予算に賛成するなど、与党寄りの動きを見せる国民に対し、立憲の岡田は折に触れて合流を呼びかけている。前回の動画で、国民民主の玉金裏切りよるって報告しましたが、やっぱね、民主にいた連中信用したらあかん。21年衆院選ぶやつと22年参院選ぶやつでの立憲の議席減にもう後がない。危機感を共有し、踏ん張ろう。今年1年が大事な分岐点になると強調した。やって、もう後ないよ。あの悪夢の、いやいや現実地獄やったでの民主政権の民主。立憲民主は希望がなかった希望の党に入れてもらえなかった角丸枝野さんが慌てて作った政党で、スタートメンバーは官内閣の連中。規模ではどうしようもないということで国民民主に名前を変えて、国民民主でもどうしようもないということで、ほとんどの議員が立憲に流れ込んでんけど、まろやか路線じゃなかったのね。やっぱ極左やったのね。で、うちらはまろやか路線の左の翼やでって言いたい人たちが、今国民民主にいる、友さんと組むの嫌って明確にしてはんねん。友さんは共産。私は戦時中までに出版された先人の書を紐解いて、歴史の真実ごそごそして、Amazon Kindle 電子書籍で出版してきました。それをやりたくなったのが、社会統計の実にお偉い肩書き立派な、素晴らしいとされる先生と、お仕事をさせていただく光栄な機会に恵まれて、全くリスペクトできへん。政治学者ってこの程度でなれんの？てか社会党ってなんなん？という疑問がふつふつと、その時の責任者の方は定年後に、友さんの党員として生きる宣言をしました。友さんは共産のことです。日本の友さんの党と中の国の友さんの党同じ組織なんですね。世界各国の友さんの党はコミッテル国際共産党第3インターナショナルという組織の一支部同士。コミッテルの正式名称、コミンのテルン。余計なの挟んでおりますが、コミンのテルンができたのは、今現在プッチンプリみたいな名前の方が代表を務めているところで、でっかい核の命が起こりましたよね。ロシロシ核の命。あれが成功して、レニンのおっさんが、おまわれーって伸ばす、マルクソレニン主義のレニン。あのおっさんが第2インターナショナルから第3インターナショナルに独立させたんです。第2インターナショナル時代は社会統計の社会の窓主義インターナショナルと同じ組織やったんですよ。ああ、そういうことねって分かったのはリサーチの最後の方。鳩山の幸男さんがミンス作った時、社会党の連中が紛れ込んでるからダメなんだって言われてたんですけど、社会党が社会の窓主義インターナショナル、実にやばい、恐ろしい国際組織に加盟する厄介な連中の集まり。多分きっと鳩山の幸男は、社会党に代わる国際組織を作りなさいって言われたやと思う。で、社会党の連中、一部社民に行きはったよね。あれって、土井の高子や村山の富市も、民主に行くつもりまんまやったはずやねんけど、あいつらは聞こえが悪いということで、排除の論理って言って、はみごにしはった。入れてあげなかったんですよ。で、排除の論理は、その年の流行語大賞になってん。で、東京の都知事なのに、なぜかしゃしゃり出て、希望がなかった希望の党を作った小池のゆりゆり。角丸枝野や、菅の直人さん、辻元の清美さんだとは一緒にしたくなかったみたいで、
入れてあげない、排除しますって、排除の論理を振りかざしたら、マスコミの連中、排除されるのが嫌で嫌で仕方がないみたいで、ゆりゆりを叩き出して、希望に希望がなくなっていった瞬間があって、めっちゃおもろかったんけど、先人の書を紐解いて分かったんが、資本社会ともさん、この三つの主義が世の中にありまして、資本だけが自由に楽しく生きられて、社会ともさんの国になってしまうと、必ず辛い思い、痛い思いをさせられる。我が国日本は資本主義国で、日米同盟があるからなんとかなっている国なんですけど、世界を牛耳る大きな勢力のご計画として、国民が選んだという形をとって、まず資本を潰させて、社会の窓の世界にして、後にともさんにしていくっていう計画があるんですよ。あったんですよ。で、ソビエテタ連邦、あったでしょ。あれが、一気にともさんの国になってしもたい。私たち日本国民は、何としても資本主義と日米同盟守るしかないんですね。それにはですね、非常に残念なお知らせなんですけど、自民しか選ぶ生徒なかったやん。私自民の先生方大嫌いだったんですけど、システム上のお話ですよ。システム上ですね、自民しかあれへんねん。一度ミンスに任せてみよういう口車に乗ったおバカさんいっぱいいたやんな。で、私はこれはまずいぞということでブログを始めたんですよ。麻生政権下に麻生さんに対するいじめのようなスタジオ展開がなされ、それを見た私は何さらしてケツかんねんと思ったんですね。どん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 左の翼の反応に日番組が増えていった。それなさってた方たちのスタッフとか見て愕然としてんけど、皆まで言う前やからちょっと今言われへんねんけど、よーく知ってる人やったやん。え、あの人左の翼やったんやって愕然としてんけど、あ、お仲間がやっぱり赤いのよね。正直怖ーとか思いながらうむろーって。今の私にとってどうでもええ人やし、ええかって思いながら。とにかく私たち日本国民は資本主義と日米同盟を死守しないといけない。それには活動家の先導に乗らないこと、旧民主の連中&維新など、新しくできる政党とかに期待してはダメで、いやでも自民しかあれへんねん。岸田の文あんなんでも、前回の総裁選ぶやつでは最適やったと思うで。みんな、お顔がコロコロ変わる女性のことを支持しているっぽいけど、小池のゆりゆりと同じ匂いがする。もっと新進党やし、とても赤い思想の松下さんのところの塾にいらっしゃったし、お米の国って書くところのミンスで修行してきはったやん。それとカエルの子はカエルとか、極道の妻とかありえへんやんか。政治家は人で選ぶのではなく、組織で選ぶものですわ。イメージだけで騙される人結構多いよね。友さんの主義者はお口べっぴん笑顔の悪魔、仲間になったら必ず恐怖で支配されて、指令によって動かないといけなくなるので、関わってはいけません。旧ミンス、立憲も、国民も、社会党系の社会の窓主義、インターナショナル。でしょ？それから恐ろしいのが、一度騙された人って二度三度騙されるらしいですよ。それから、あの悪夢の、いやいや現実地獄やったでーの、ミンス政権のミンスの恐ろしさ分かってない人もいる。その時学生やったからよく分からないっていう人もいるので、語り継がないといけない。しつこく何度でも言いますが、政治家は誰がやっても同じではなく、ミンス政権で体験済み、ちゃんとした人、いや、ちゃんとした政党なんてないから、システム上のお話です。資本社会ともさん、この3つの主義で資本だけが自由に楽しく生きられる。社会ともさんは必ず辛い思い、痛い思いをさせられる。我が国日本は幸いなことに資本主義国、日米同盟があるからなんとかなっている。だったらそれを死守しましょう。それには政治活動家の言うてることを聞かないこと、政治活動家がやってることって巻き込ませ、自民の票割ることだらけ。他の国のかわいそうな人たち浮上させて、なんとかせなあかんとかやってるけど、自分らがかわいそうになってしまうので、ともさんの国で行われてることは知らん顔推奨なんですよ。